はい。では、はい。じゃあ自分の石をここから砕いて。ここに載ってる、見せてもいい？もうこっちのプレゼン資料だけでいいです。あ、はい、あのなんか前にこんなデザインだったんですけどみたいなのを載せてなくて。載せてない。はいはい。まあそれはそれでもういいです。あ、そうなんですか。はい、まあ、そういうもの。じゃあ使わなくて大丈夫です。使わなくていいです。これだけで。はい。はい、で、これで、最大こっち。はい。はい、じゃあ行きまーす。3、2、1、スタート。今から重箱アイデアについてのプレゼンテーションをします。これ、どうやってするんですか？右？まあ、グリーン、それでも。はい。重箱のアイデアでまず考えたことは、重箱である必要性です。車との、比較をした違いを考えたときに、第一に車より安全かつ多くの機材を運べること。二つ目に電気を使えること。三つ目に遠い場所へのマッピングの際、長期間不自由なく過ごせること。四番目に、非常グッズを置いておけることです。四番においては、ドローンが今、そのドローンのによる火災だったり、その墜落が起きた時による、その非常用のためのグッズを置いておけるという利点です。それで、重箱ならではの特徴を生かすために、重箱の内装に機材専用の部屋だったり、非常用グッズを置く場所や、お風呂キッチンなどを設置した。外装には自家発電可能なソーラーパネルなどを設置しました。画像はこんな感じになります。まあ、ここでイストプロジェクターとかを並べて、そのみんなでマッピングも共有できるような感じにしてあります。ブランド名は、ちょっと無理やりなんですけど、この、なんかヘリポートの H と、家のハウスをなんか合わせた感じのが良くて、もう読み方はちょっと適当になっちゃったんですけど、まあ、ホースっていう形で、まあ、家とドローンが一体化したような、まあ、シンプルで、まあ、いいな、みたいな感じのデザインです。重箱アイデアを通して、そうですね、情報をもとに、一から自分で考えて、絵と文字で伝えるのがすごく難しいと分かりました。ロゴは何度も書いては比べてみて、よりシンプルかつ一目で分かるようにするのが大変でした。ありがとうございました。はい、今ので一応2分です。はい。まあ、一発目はね、こう、ネタが被らないから安心感のある、はい、感じですけど。まだ1分ぐらい余裕はありました。はい、じゃあ次。藤巻君の次は。はい、じゃあここから自分の。あ、はい。いいですか。はい。いただきます。3、2、1、スタート。では、重箱についてのカスタマイズしたことを説明します。僕の考えたテーマが、非常時にも役立つ車にしたいってことをテーマにしました。で、重箱の特徴ってのが、移動ができることと、長期滞在ができることだと思いまして、これらを活かして、で災害時には、救援物資を運んだり、ドローンを使って孤立した家に物資を届けたりして、通常時、災害じゃない時には、重箱を拠点として商品の受け取り、コンビニのその商品を、注文した商品を受け取るようなシステムをつけます。で、ドローンによる自宅に宅配したり、マッピングをします。で、ドローンで宅配する道のりをマッピングすることで、もし災害が起きても、その家の被害状況を把握できて、その家の人の安否確認ができますと。で、災害前のマップを見ることで、二次災害が起きそうなところを予測します。で、内装はこんな感じで、まあ、災害時に物資運ぶために、より多く積むために内装はシンプルにしました。はい。で、ロゴはこんな感じで、移動できることとドローンと宅配っていうのをイメージして、
真ん中の×印はドローンで、外側の丸はタイヤ、2つの丸は物資を表していて、外側から内側にかけての線は流通をイメージしています。で、名前は DDC、ドローンデリバリーカーの略で名前を付けました。終わります。ありがとうございました。まだ1本ありますけど大丈夫です。あ、大丈夫です。はい、みんな2分ぐらいどうぞ。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ次、意外にみんな早めに最後、まあ、今あの切り替えの時にちょっとコメントすると、で自分が最後どう考えたかみたいな最後のまとめがやっぱあると、引き締まります。スクロールよくですか、これ指2本で、はい、そうか、 Mac 使ってないですね。Mac でスクロールするときはタッチパネルを、タッチパッドを指2本で上下に動かすと、はい、いいですか。じゃあ、スクロール、スクロールはどっち、あのタップでもこれ矢印ですか。はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。皆さんこんにちは、理工学部基礎工学科の西川浩介です。今回はドローンを農業に活用していこうということで、埼玉の横瀬町に棚田があって、あそこに、まあ、農薬などをまく際に、まあ、ドローンとかを活用していけるかなっていう形でその話をしていこうと思います。ドローンの活用に溶ける効果と、あとそのドローンのマーケティングへの応用なども話していきます。農業をドローンに活用する場合に、ドローンはやはり上空から、棚田であっても上空から見下ろすことができるため、農薬などをまんべんなくまける上、上空からリアルタイムで監視することができるので、その映像や画像などを記録監視して畑の状態を常に確認することができるなどの利点があります。この農業の他にもこれをマーケティングに応用することができて、人の状況を飛ばすことで年齢や性別をドローンのカメラによって分析して、その場所どこに人が集まっているかなどを判断して、まあ、マーケティングに応用できるっていうのがあるんですけど、これも、まあ、人の上を飛ばすっていう時点であまりドローンの航空法違反とかあって、まだ実現は結構遠いかと思いますけど、いろいろ対策などを考えつつ、考えていけたらなぁなと思います。結論としては、ドローンは、まあ、農業だけでなくマーケティングなど、あと他にも、まあ、上空を常に飛ばすことができれば警備などにも活用することができて、マッピングなども使えるし、まあ、マッピングだけじゃなくいろいろに使っていけるようなものだと言えます。これでプレゼンテーションは終わります。ロゴ等々はなし、ブランディングもなし、はい、なし、はい、次どうぞ。はい、ここから自分、はい、そうです、これです。え、これ次行くときってどうぞ。あ、はい、はい、はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。はい、私が考えた重箱のアイデアは、まずマッピングの拠点として仲間との情報共有とか、あと話し合いができる場としての重箱を考えました。まずこっちにある黒い四角はスクリーン兼ホワイトボードで、その媒体を通して情報共有することができるってことと、あと大きな机と椅子で、その全員で
話し合いができるようにしています。あとこっちにあるのが、作業台、個人で作業できるような机になってて、この机は壁になんか埋め込まれてて、パカッてやると出てくるタイプになってて、その使わないときはもっと場所を有効活用できるようになってます。で、ロゴは、まずこの四角く囲っているのが重箱をイメージしていて、真ん中のこの丸がドローンをイメージしていて、一番真ん中の点入ってるのが地球をイメージしていて、そのどこにでもドローンが行けるようにっていうのをイメージしてます。以上です。以上、はい、特にコメントもないです。はい、はい、1分、まあ2分ぐらいですね。はい、です。はい、じゃあ次の人。はい、はい、じゃあここから自分を探して、で多分いろんな人のプレゼンのやり方見てると多分分かると思うんだけど、与えられた課題を説明して終わりにすると結構しりきれとんぼな感じが出てくるって分かると思う。最後自分なりに締める、締める場合にどうするかっていうと、自分なりにこういうふうに考えて未来思考的な、こういうふうになったらいいなみたいなところまで最後持っていけると多分短い時間でもカチッと締まってきます。あとやっぱり絵があるかないかって全然伝わる印象違うと思う。はい、じゃあ行きます。3、2、1スタート。スノーピークの重箱アイデアについて発表します。まず環境や目的は宿泊も可能で、ドローンを使ってマッピングを行うための重箱をイメージしました。で、置く場所の環境として埼玉や横瀬町の平地エリアをイメージしてます。で、環境に優しいということをモットーに作ってみました。見取り図としてまず、マッピングを行うためのヘリポートを2つ作りました。この重箱は私のイメージでは4人ぐらい使えるということを考えたので、ヘリポートも一度に多く使えるように2つ用意しました。次にマッピングを行うためにパソコンのデスクやタッチパネルデスク、スクリーンを用意しました。スクリーンやタッチパネルデスクで他の人との情報を共有できるような場所を作りました。次に宿泊も可能のようにキッチンやベッドも用意しました。万が一に備えて防災グッズや消火器も置き、環境に優しいという面ではソーラーパネルや地下にバッテリーの貯蓄なども置けるようなイメージをしてます。で、ブランド名はドローンホームというものにしました。ドローンのためだけの家というのが、若い人から年寄りの方まで一目で分かるように簡単な単語で名前を付けました。ドローンホームのロゴとして環境に優しい青や緑を使い、最大の特徴である家が動くことを再現し、家とドローンを用いました。以上で発表終わります。ありがとうございました。はい、大体みんなほぼ2分で終わってる。はい、はい、じゃあここから、これ指2本で縦に、あ、はい、
はい、いきます。3、2、1、スタート。はい、じゃあ僕から重箱のデザインについて、提案したいと思います。まずロゴについて、説明したいと思います。ロゴについてなんですけど、このようなロゴにしました。で、このロゴはどのようなモチーフをしたかというと、この下にあるのが横瀬町の、地図で、その上に、箱を置くことで、横瀬町の町の中に箱、重箱があるのをイメージして作りました。で、ブランド名としてはボックスインバイト、はい、しまして、ボックスインバイの Y は、横瀬町のイニシャルを取って、ボックスっていうのは、箱、重箱のことです。で、次に、重箱の設置場所とか区域について提案したいと思います。で、今回はちょっと横瀬町のみを範囲として重箱を設置することを想定したんですけど、この×の場所を今設置した方がいいのかなと僕は思います。で、ここは二子山っていう、標高が1099m ある場所の近くで、ほとんどもう町の真ん中ら辺にあるので、それによってドローンの拠点として多くの範囲を見渡せるのでいいのかなと思いました。で、あと、ソーラーパネルを利用して電気を蓄えるということを前提としたので、なるべく標高が高い方がいいのかなと思いました。で、次に、重箱の内部について、提案したいと思います。重箱の中についてなんですけど、まず左側の方に、ドローンについているカメラの映像を映せるスクリーンっていうものを、2つ用意して、標高が高いことを生かして、ちょっと望遠鏡とかも用意して、星を見れたりしまして、あとは、重箱の中で、のんびりしてほしいっていうことを僕は考えていたので、基本的に、そこまでめちゃくちゃ広いってわけじゃなかったので、掘りダンスとか用意して、地下にいろいろ物を積んだりしてのんびり過ごせるようにしました。他にも、非常食とか水とか、冷蔵庫とか、あと IH コンロとか、極力電気を使って、生活できるようにしました。で、今回は作ってみて、この間なんか YouTube かなんかで、どっかの町がその2050年までにそのドローンとかを使って、その遠く離れた家とかに物とか食べ物とか届けるみたいなことを広告で見たんですけど、それが実現すれば、ここの重箱のとこにも、それを活かせるんじゃないかなと思いました。はい、はい、終わります。ちょうど3分ですね。はい、多分今までの発表の中で全ての要素が詰まっていて、かつちゃんと最後自分なりのコメントをしてるっていうところの締まり方が印象全然違うと思うので、今のは非常にいい例です。あと順番は別に今みたいにロゴ先にやってもいいし、そこは自分の説明の仕方でどんどん入れ替えてもらってもいい。はい、じゃあいきます。3、2、1、スタート。スノーピークの重箱をデザイン、するというので、まずは、ロゴを、紹介したいと思います。ブランド名はちょっとマッピングハウスで、これはちょっとありきたりな感じになっちゃったんですけど、ロゴは、一応全体としては地図をイメージしてあり、このなんか灰色の山みたいなのが、一応横瀬町の、武功山で、この川が、横瀬川で、あと、ロゴの右側に、なんか定規と鉛筆を つけてちょっとスノーピークのロゴを、スノーピークのロゴのように、しました。で、あとタイヤを地図に履かせることによって、なんか移動する地図の拠点みたいなイメージです。で、次は、重箱の中のデザインなんですけど、一応この、重箱一つで、マッピングすべてが完結するような部屋を作れるように意識しました。
なので、一番、地図、なんていうの、部屋の左側にある、仕切りがこの、は、プロジェクターを置いて、ドローンの操縦に集中できるようにしました。あと、右の備品棚には、ドローンに使う備品を置いていけるようにしました。また、左側のちょっと個室みたいなところは、この仕切りは、一応、取り外せるようになっているので、まあ、取り外せば、大人数で会議とかに使えるようにしました。で、このスノーピークの重箱アイデアを考えていて、まあ、将来的にはなんか田舎とか過疎地で出張のコンビニとか出張図書館などにも活用できるかなと思いました。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ今で1分10秒ぐらい、あ、じゃあ2分10秒ぐらいですね。はい、じゃあ次。はい。こちらですね、あとスピーカーデック。はい、じゃあ行きます。3、2、1、スタート。これから、自分の考えた重箱に関してのプレゼンを始めたいと思います。まず、まあ、これのテーマなんですけど、ちょっとテーマは金儲けなんで、それをちょっと頭の中に入れて聞いていただければなと思います。まずブランドなんですけど、ブランド名はドローンリサーチって言って、まあ、ドローン使っていろいろ調査だったりするという意味です。で、ロゴはちょっと日本の国旗をイメージしたんですけど、それがちょっとあのお金儲けに関連していて、初めてこういうものを見た人が、ちょっと日本の国旗っぽかったら、なんかちょっと、あ、なんか日本からちゃんと認可的なのが降りてるのかなみたいな感じで、ちょっと信頼感が他の会社よりも増せんじゃないかなと思って作りました。で、赤いのはドローンで、その外枠は D ってなってて、ドローンの D です。あれです。で、これが重箱の内部です。で、まあ、これは、まあ、一応必要最低限なものを詰めていて、で、まあ、屋根に太陽光パネルを設置して、まあ、緊急時とか普段でも電力を補給できるようにしてます。で、まあ、左下に備品です。ドローン の壊れてしまった時のスペアだったり、軽食だったり、あと緊急用の時の、装備っていうものがあります。で、まあ、これはどちらかというと、本当に基本、これを基本としていて、他にもさっき言った農業だったり、さっき宅配とかだったり、するときには、なんか、まあ、それに、農業だったらそれに適したものをまたここにプラスして入れたりすればいいのかなと思います。まあ、結論としては、ちょっと、ちょっとドローンにはちょっといろいろ可能性があるなと思いました。終わります。はい。今ので2分ちょうどぐらいです。じゃあ次。あ、はい。次来てもらいつつ。あ、次の人来てください。田畑さん。はい、はい、はい。ちょうど40分経つので、一旦これで、はい、ズームを一回切り替えます。了解です。はい、一回停止します。あ、はい、こっち来て。